面女子ともちの井戸端会議11回目です。始まりました。10回すごいですよ。10回超えたよ。もうそうなんですよ。この番組はね、のんびりまったりとみんなで、いろいろガールズトークなんかをして、ね、盛り上げようなんて感じなんですけれども、今日はいつもにましてのんびり感が半端ないね。まったり感がすごい。だって、あの集合から打ち合わせ5分で終わって1時間ぐらい待機神谷さん寝てましたからね、しばらくちょっと休憩しちゃってた。そうなの、寝起きのね、今じゃおはようのテンションでね、そうなんですよ、楽しく楽しくまったりね。はい、なんですけど、まあでもね、今日久々に全員集合。そうなんですよ、よかった、よかった、そうなのよ。メンバーフルメンバー、先週はのどかちゃんの代わりにまゆちゃんが、あ、そう、助っ人で。そうそうそう、どうだった、どうだった、楽しかったよ。何それなんかあれなんだって、ファンの人の感想、一感想としてね、あったんだけど、なんかのんちゃんがいて、あの他のみんながゲスト来た時あったじゃないですか、あの私と彼氏がいなくて、その時はそう、あんちゃんとか来た時は、なんかのんちゃんが仕切っていい感じに番組盛り上がってたよって話をしてて、で今度前回のんちゃんがいなくて、彼氏と私がいて、まやちゃんが来た時は、なんか仕切る人がいるんじゃなくてみんなで楽しく盛り上がってる感じだったねっていう感想を聞いたんですよ。だからなんかのんちゃんのリーダーってすごい偉大なんだなと思いました。ありがとう。まさかの褒め言葉をそんな最初から思ったし、思ってないでしょ、絶対思ってないでしょ、適当でしょ。ひかむしの言葉も薄っぺらいんですよ。薄っぺらい、何の感情もこもってない。もうのどかについてく、ついてく、ついてくからついてく。もう肉まんの具がない状態、今絶対もう外見だけのそうね、そう。でも今日は久々に全員揃ったということでね、じゃ早速改めまして自己紹介をしていきたいと思います。はい、では、じゃあ今日は早速、ももちから行っちゃいますか。私からいきなり。ももちの声さ。どうも。そう、喉ガラガラだよ、なんかね。声。どうした？なんかね、最近ね、おかしいんだよね。多分ディズニーランド行きすぎなの。いいな。ディズニーランドいっぱい叫びすぎてこんな声です。どうも、ももちです。ももちすぎて。ももち。さっきパンツくれたしね。そう、パンツ。ももちがパンツくれました。パンツくれた。さっきしまっちゃった。これパンツをプレゼント、今日は。かわいい。私もありがとう。出た、出た。かぶったももちがくれたパンツ、ライブに持ってってパンツかぶった。新しい仮面女子のそっからだったんかい雑、なんか雑、なんか今日雑かもしそして、はい、そして、はい、神谷えりなです。今日も元気に楽しくまったりよろしくお願いします。お願いします。元気になるのかな。そしてパンツをかぶっております。今日も元気に森かのんです、よろしくお願いします元気だね。絶対おかしいでしょ。そうそうそう、今日もね頑張って、あのみんなをまとめて仕切っていこうと思います。さくらのどかです。よろしくお願いします。のんちゃん前見えてるんですか。見えてるの。見えてない見えてない。全然見えないだろうよ試合放棄か。ありがとう、ももち。うん、ね、ありがとう。吐いて。吐きます。さてさて、それではね、早速、あの番組を拡散などしてもらいたいので、エリニャンから拡散方法お願いします。拡散方法は、はい、ただいま今下の方に出ました。iPhone の方、Android の方はカメラマークがあると思います。そちらをポチッと押していただいて、SNS、たくさん拡散してください。Twitter、Facebook あると思うんですけども、まあ、Twitter をね、ぜひぜひ。あのいろんな方に広めていただけたら、亀井女子のことも知ってほしいです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてたくさんハートもお待ちしております、ハートをください。お願いします。ハートハート。さて、前回ハートどんな感じでした。前回は、なんと100万いかず86万円。おー、でも86万、すごいよね。異常なの、だから、なんか急激にいったのかもう信じらんない。信じらんないよね、そうそうそう、その前とかまでさ20万ハートがやっとみたいな感じだったのにね。確かに嬉しい。よいしょ。そうだからたくさんみんなポチポチハートをね今回もしていただければと思います。今日はどうしますか。今回の目標はね、今日ももちろん100万ハートでしょ。100万、そうだな、前回できなかったから。そっかそっか、じゃあ100万ハートいったら今回はですね、なんと100万ハートでキッチンでの一言、何？どういうこと？キッチンでの一言。だからキッチンでのなんか妄想しちゃうさ、ちょっとウフフな感じのシチュエーションをさ、やっちゃうっていうやつですよ。ウフフなシチュエーション。ウフフなシチュエーション。そう。
キッチンでのなんか今それまで100万いくまでみんなは妄想をしながらポチポチしなきゃいけないの、うんうんうん、あ、分かった、なんかあれか、うん、今日裸にエプロンしちゃったんだとかそういうこと、そうそう、もう言っちゃダメ、それ以上言っちゃダメ、まだ言っちゃダメだよなるほどね、そういうこと、100万いってからのお楽しみということでね、うん、100万いかなきゃやらないからね、絶対そうだよ、だからみんなポチポチ頑張ってお願いします、お願いしますはい、ポチポチしてくれて、まあ行くよ、行くかな、行く、オリジナルメンバー揃ってんだもん、そうだよ、そうですよ、久々に揃ってるからね、そうですよ、そうだから前々回さ120万いったのが、うん、2人がいなかったから、うん、そうだよ、あんちゃんとなあちゃんがいた時に行ったからちょっと複雑な気持ちで、うん、すごい嬉しかったけどなんかあって感じ、わかる、うん、なんでそんな見てくんの、目でっかいなと思ってめっちゃ顔見してくんだと思って頭大きいなと思って大きくないよ、今に今さら今5年ぐらい一緒にいたけど今さらなんで今、そう、のんちゃんの時だったもんね、あ、そう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 、うん、だからね、オリジナル自分がいた時は120万行きましたけど、いやいやいや、私がいない時は86万しか行かなくてみんな何やってるの、心の中で思ってるんですよ、思ってないよ、思ってないよ、だってその前20万だったじゃん、ブラックノートか出てきた全然全然、でも違う、コメントでも来てましたもんね、なんかメンバーが悪いんだよみたいな、そんな失礼なね、マジか、失礼と思って思ってない、私は関係ないみたいなそんな感じになってるよ、言葉が思ってるよ、ね、だから、ね、今日じゃ行かなかったらさ、うん、すっごいなんか申し訳ないね、うん、でも46,000いってるよ、あ、でも全然スピードもあるね、もうありがとうございます、ありがとうございます、うんうんうん、たくさんコメントもね書いてくださって、ね、そうコメントもいっぱいくれてますよ、うん、カノンにキッチン立ってほしくないから押しません、なんで、なんでよ、何それ、なんでどういうことよ、ね、カノンシーのご飯美味しいのに、ね、食べたことないじゃんか、え、もつ鍋食べたい、もつ鍋しか食べたことない、一口食べた美味しかった、食べたい、でもねかと思いきやね、腱鞘炎になっても頑張ってハートを打ち続けるよっていう方も、すごい優しい、そんな優しい人もすごいな、ね、本当だよ、だってさ5万とか一人で押す人もいるわけでしょ、ずっとこうやって、うん、そうだよ、すごいことだよ、うん、これ5万ってすごいよね、うんうん、すごすぎる、これどんな、そうそうそう、5万の速さが知りたい、ね、どのペースで、すごい、どのぐらいの押し具合でこれ5万いけるのかな、すごいよね、普段、うん、スマホにも限度があるわけじゃ、反応してくれる、ある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 、うんうん、だからもう何なんだ、確かに、何なんでしょう本当に、ね、だってこんなにさ同じ作業ずっとさポチポチ同じことをすることってさ、うん、日常生活でないよね、ないこんななかなか今こんな連打しないよね、ボタン、うん、ありがたいですよ、うん、そうでもね、そうコメントしながらもう打ちながらもういろいろ大変だと思うけどね、うん、しっかり一緒に楽しんでもらえればと思います、うん、思います、はい、ということで、はい、さあさあさあ早速やっていきますか、次次次、ね、今日のみんなの大好きなこのコーナー、私が勧めるコンビニグルメ、やったー、お腹空いたんだよ、お腹空いたよ、お腹ペコペコすぎてね、うんうん、王将でローストビーフ混ぜそば食べてきた、何それ、結構がっつりじゃん、何それしかも王将にそんなメニューがある の、あんのなんかブラン限定で、ローストビーフ丼とローストビーフの混ぜそばっていうのがあって、うんうん、何めっちゃ美味しそう、麺が 50g、100g、150g って分かれて、うんうん、100g も食べちゃった、すごいね、結構あるよね、あ、すごい空いてたの、お腹空かせてきたよ、ちゃんと、そうだよ、このために私は今日空かせて、本当だよ、そうだよ、そうだよ、しかもね、なんかね、今回はね、うん、コンビニグルメじゃないんだって、え、もうじゃあコンビニグルメのコーナーじゃないんだ、嘘つき、嘘つきだこれ、やっぱ11回目も行くとさ、コンビニもちょっとね、だんだんね、ネタ切れになってくるわけよ、そうそうそう、いろいろやろうっていうことで、嘘つき番組だよ、嘘つき、嘘はついてる、変えよう、タイトル変えようじゃん、グルメにしよう、私が勧めるグルメ、うん、で、今回はなんとですね、うん、牛丼の食べ比べです、これめっちゃしたかった、今回牛丼が、吉野家さんと、はい、松屋さん、うん、中尾さん、うん、はい、3店舗こちらに用意されますよ、うん、やったね、嬉しい、正直ね、うん、全然違い分かんないかもしれない、違うよ全然、違う、あんまり食べた気がしない、食べた気がしない、食べた覚えがない、こちら松屋さん、見た目から違うよね、きっとね、これ肉の感じとか、うん、多分ご飯とかも違うし、まず盛り方も違う、本当だ、器も違う、まずこちら松屋さんはセパレートと直盛りが選べて、これはセパレートなんですけど、選べるんだ、そうそう、へー、こんなね感じで、
はい、こちらが吉野家さんです。吉野家さん、お、はい、吉野家この黒い容器が私特徴的だと思って、中身が見えないんですよ。ほんとだ。しかも、おい、おい、あ、結構出る出る。水滴すごい大盛りだね。大盛り。そして、すごい。ラストですね。こちらが中尾さん。中尾さんも黒いよ。ほんとだ。似てる似てる似てる。これ中尾？まだ同じじゃない？え、待って、待って、容器が同じなんだけど。ミスった。あれ実はこれはですね、ももち今ね、某ブログでダイエット企画やってるんですよ。で違う、これ吉野家だよ、これ吉野家。吉野家じゃんか。おい、スタッフ、おい、言われたスタッフ。この牛丼特盛はももちのお持ち帰りよ。そうです、そうです、そうです。だからでかいんで、でかいと思った。でかいと思った。お持ち帰りください。でかいと思ったよ。で、こちらがももちサイズじゃない、普通の大盛りの、大盛りか。お持ち帰り。スタッフのここで、そう、ももちは今回ね3つとも大盛り用意して、うん、持ち帰ってもらうから。あ、本当に、うん、なくていいの。そうだよ、頑張る。1個だけ持ち、もちって何。中尾もセパレートになってます。お、本当だ、美味しそう。え、なんか初めて見た、その入れ物。こちら中尾です。あれ、中尾さんでさ、うどん後のせ、後のせ、うどんとかも全部容器一緒だよね、確かに、うん、そうなんだ。え、しかも山椒ついてる、うん、へえ、山椒ってうなぎにかけるやつ、うん、だよね。これは別に勝手に入れただけかな。トッピングは多分自分で選べるから、うん、そういうことね、うん。ということでこちら3種類あるんですけれども、用意されました。そうね、それぞれ大盛りなんですけれども、うんうん、松屋さんだけ今回プレミアム牛丼らしいです。お、プレミアム、どう違うんだろうね。ということで3種類揃いましたけれども、おいしそう、食べたい、すごい、ね、どうする、ちょっとどうやって、これセパレートをとりあえず入れちゃう、うん、ご飯に。そうね、そうね、そうだね、セパレートは。え、今回この牛丼食べ比べをしようとなったのは誰の権限、うん、はい、はい、お、私です。えいにゃ、前回おでんの食べ比べをしたんですよ、うんうんうん、で、まあおでんコンビニいろんなとこ出してるけど、だったらコンビニを、もうコンビニいいやってなって、牛丼大好きだから私、うん、牛丼っていろんな店出してるけどどう味が違うんだっていうのを気になりまして、うんうん、やらないじゃないですか普段こんな、絶対やらないね。だからちょっとこの番組利用して牛丼食べたいなって思ったから、うん、いいね、いいね、中尾はあれなんだね、白滝入ってんだね。あのね、和風なの。そうなの、白滝入ってんの、いいな、美味しい、すごい好きな感じ、うん、え、すごい気になる、家庭で作るときは白滝入れんじゃん。入れてた、入れてたでしょ、なんかいい ね、いい感じ。こんにゃく入れてた、こんにゃく、こんにゃく、あ、糸こみたいなやつ、糸こ入れてた。見た目的にどうなんだろう、うん、まず見た目はあんまり変わんない感じがする。こちらが松屋さん。でもなんか 色味が違うよ、色味が、色味が違うよね、一番濃い。中尾さんは染みてる。はい、染みてるな。染みてる感じする。濃いも色が。ああ、もう寝ようかな。肉の大きさが違う。肉の質も違いそう。吉野家さん、玉ねぎ感すごいしっかりしてる。うん。確かに玉ねぎのイメージ強いかも。あと一番大盛りに見える。大盛りだからだよ。あ、全部大盛りじゃないの？え、全部大盛りなんですか？あ、そうなんだ。これで量みんな大盛り。ちょっと全部大盛りらしい。値段ってどうなの？値段。確かに値段どうなんだろう。スキヤはね、350円で、うん、今詳しいな。ないけどね。確かにスキヤ今日いないです。スキヤさんは。スキヤ350円。スキヤさんはね、なんかチーズとかね、ネギも美味しいよね。トッピングがね、そういうのが多いよね。種類豊富。子供に人気ってイメージ。さあ、どうする？取り分けつつ。これは、それぞれじゃあみんなが、そうだね、それぞれの。なんか、水が入ってるけど、これは。さっきミスっちゃって、あ、いいよ。特盛り開けた時に。なぜか水が入って、なんか拭いて、特盛り分けた時に気になっちゃうよね。水滴ができちゃった。これはこうやってってやるんだよね。あ、よろ、わかんないから。ないんだけど。見てる人わかんないから。よろんと思ったしかわかんないから。その人は食べ終わったやつを、飲み終わったやつとかをね、こうやってないですよっていうのをこうやって、こう。え、ないよってやるの。なんかそういう儀式っていうか、儀式みたいなのがあるの。そういうなんかしきたりみたいなのが、伝統があるの。面白い。ここしかわかんないやつ。何それ。誰もわかんない。そうそう。じゃあこれをそれぞれが
そうだね、試食、試食しよう。で1個ずつ行きません、松屋みんなで食べます、うん、ああいいよいいよいいよ、どっから行く、 それを言おうと思ってた、絶対嘘でしょ、はい、でプレミアムだから頭、やっぱさ私よしあの牛丼屋って言うとやっぱり吉野家さんがやっぱ王道、うん、あ、確かにってイメージがあるから、うん、やっぱ王道の吉野家さんから食べたいなって思うんですけど、しし、ちなみにこちらは今の値段を調べておりますよ、はい、あのさ、うん、待って割り箸の違うわ、本当だ、あの割りでいいの、松屋の箸で吉野家食べていい、吉野家開けちゃった、あ、吉野家の箸で吉野家だ、あ、まあいいか、割り箸もういいよ、割り箸味違うのかいからね一緒やって、形とか長さ違うかもしれないしね、ね、ちなみにこの吉野家の並盛り380円、大盛りが550円となっております、550円で、これ大盛り初めて食べるわ、すごい、米も一緒に、はい、試食、試食タイム、お食べよ、いいよね、手軽に食べるしね、ね、大丈夫いただきます、なんかでも最近思うんだ、ね、私ね、ダイエット似合わないなってさ、え、似合うよ、え、最近どうなの、頑張ってる女子は大切よ、本当に、うん、順調、全然順調あれ、停滞期ってやつ、え、なんでこの間5キロさ痩せたって言ってた、言うたや、言うたやんな、うんうん、でも最近なんかちょっとね、夜中の集まりが多くてね、うん、食べちゃってだ、ね、食べてはいない、飲んでんだ、飲んでんだ、え、でもさ、お酒飲むだけだったら太らないんじゃないの、いや、うまみはでもね、むくんでんだわきっと、ああ、そう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 、昨日もあのあれな、ウルトラっていうほらウルトラジャパンに知ってる知ってる、行ってきまして、行ったの、行ってきたんですよ、ちょっとビップスに行ってきました、ハリピじゃん、ウルトラジャパン、ウルトラジャパンってあのなんだろう、すごいやつ、うん、光のもうすごいの、もう EDM とかなってね、クラブミュージックみたいなやつをずっと流してる、3日間やってるやつで行ってきて、うんうん、VIP 席にちょっとやらさらしてもらったら、こう言って大丈夫なのかな、え、だってローラちゃんとかが目の前に、ローラすごいね、ローラちゃん、芸能人が、え、なんか超 VIP 席みたいな、200万とか、そういう、知ってる知ってる、舞台のこっち側にある200万したって言ってた、 VIP じゃないんだよ、 VIP、 そうそう、 VIP、 そう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 、詳しいな、何それって思って、え、どこにあるの、え、舞台、舞台があって、一番いい席みたいな、それに行ってきたわけね、すごい楽しい、ハリピだね、ももち、イエーイ、イエーイということで、ね、おかげで喉がだからそういうことかね、そうなんだ、そういうのが毎日目白押しなんですよ、なんか、うんうん、そうなのよ、さあ、じゃあ話を戻して、吉野家さんの、食べて食べて、いただきます、ね、食べて食べて、いただきます、うん、いただきます、ね、玉ねぎが甘くて、うん、いい感じに柔らかい、うん、みんなが食べてる間、やっぱ美味しいな、ね、これね、やっぱ美味しいな、うん、王道感あるわ、どうどうどう、やっぱ吉野家だなって感じ、うん、なんか違うとこしてた、うん、味の染み感がいい、うんうんうん、うん、安定してる、美味しい、いつもね、うん、あのよくね、私たちが使ってる仮面女子カフェ、うん、大掃除をするわけよ、うん、で大掃除をした後に、いつも牛丼をスタッフさんが、うん、よく頑張ったねって言ってご馳走してくれるわけ、うん、いいな、その思い出が蘇る今、うん、よく頑張ったみんなって言って、もうみんなね泣きながら食べるの、美味しい美味しいって言って泣くほど、泣くほどだと、どうした泣くほど、うん、何があった、頑張った頑張ったって、これ私の勝手のあれかもしれないんですけど、うん、なんか吉野家の牛丼チーズ味しません？はい。わかんない。なんて言ったらいいんだろう。チーズ。なんだろう。チーズ。何？コクがあるってこと？そう、コクがあるのかな。なんかそういう感じ。うん、うん。味染みてるからそういうこと？うん、じゃないかな。そうかも。明日にしか感想言えないからよくわかんないけど、チーズ味なんだ。わかんない。チーズ味っていうか、本当になんだろう。でもなんかね、独特の味するの。そう、独特、うん、あのなんか普通のさ、お酒とみりんと醤油と砂糖ではできない味がする。うんうん、そうそうそう。何か入ってるよね。入ってるんだろうね、きっとね。だからこのタレが染みたご飯食べるのも好き、うん。めっちゃうまい。うん、おいしい。おいしい。みんなチーズシュー、チーズシューって。うん、聞いてるよ、乳臭い乳臭いどういうことやねん、牛の油の味かなって言ってる人がいる、あ、どういうこと、お肉の、うん、でもさ、玉ねぎめっちゃでかくさ、うん、大きく入ってるから、うん、歯ごたえあって、そうそうそう、それが美味しいの、お肉が臭いとかそういうことじゃないでしょ、じゃあ臭いんじゃなくて、うん、そう、いい意味でしょ、うん、肉の旨味がの味がするんじゃない、うんうんうん、なんか油の、吉野家はすき焼きに近い感じがするって、あ、でもね、
中尾の方がね、すき焼きに近いと思う、うん、確かに。あ、合間合間にももち大好き、ありがとう、ね、卵入れたくなるもん、なんか中尾の方。あ、分かる分かる、美味しかった、吉野家さん美味しいです、うん、美味しい。あれがいいね、あのなんだ、半熟卵がいいね。ね、いいよね、乗せたくなるね。確かに腹減るね、美味しい、美味しい。なんか食べ比べたことはないけど、いや、負けないわ、頑張ろう。私頑張る、うん、めっちゃ顔手がってるな、しかし私今日見ながら見てないで直そうかな、はい、ちょっとね、自由に過ごすこの時間。あ、紅生姜もさ、うん、お店によってさ若干違うんだね、色とか。本当だ、うん、これさ、どこのやつ。これはね、こっちが吉野家さんで、うん、こっちが中尾さん。え、めっちゃ赤いですね、吉野家だ、これ色違うよね。なんか山椒はさっきね、なんか書いてあったよ、誰かがね、中う、あ、そう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 、プレミアムにはな、あ、それがついてるって。中うの山椒もあります。そう、あ、うん、あった、あ、書いてあった。これが、これが松屋さんの紅生姜、うんうん、ちょっと違う、やっぱ色とか。確かに色合いが違う。そうそうそう。紅生姜でもかけない派だから、あんまり。あれ、ね、食べれないんだ。え、これごと食べるんだけど普通に。え、ということで今吉野家さん食べたから、うん、吉野家さんの食べ比べ。紅生姜の食べ比べ。え、混ぜないの？全然そのまま食べれる。これどっち食べる？どっち行きます？私松屋行きたいです。じゃあ松屋行きましょう。先に行くじゃね。あ、いい、この酸味。松屋はあの肉がでかいくて、あのこれプレミアムだからかもしれないんだけど、うん、まず見た目のね。肉が違う、うん、あの大きくて、本当だ、しっかりしてる、うん、そう、一番しっかりした感じ、うん、それがプレミアムだ。何これ。そんでこのプレミアム牛肉でかい、肉がね、一枚一枚でかいんですよ。黒ごま、うまそう。黒ごまのね、七味がね、うん、ついてます。黒ごまって何？特別感ある。つけたい。私は七味は食べられないので、あの二人は食べてください。ぜひ。私もちょっとあんまそういうのつけない派なので、そのままの味を食べてから、うんうん、美味しそうだな。そんな間にハートがね、20人前いりますよ。水いるでしょ、これは。これだって肉がでかいのよ、すごく。本当だ、大きい。めっちゃでかい。美味しそう。肉でかいし、玉ねぎがさ、めっちゃ色がもうなんか、すごい大きい。肉の色と一緒ぐらい。ね、で、かたや吉野家さんは、うんうん、こっちたまたまちっちゃいけど、ね、そう、細切れ系。うん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 、肉が大きくていい感じです。うん。牛丼うまいな、ほんと。うん。本当に。いいね、はい。はい。やったー。私、牛丼は松屋。うん。って感じ。松屋派、うん、松屋派に行く。松屋によく行く、私は。あ、でも私もね、あの松屋のネギ塩豚カルビ、うん、あ、違うやつ、ね、丼みたいなやつがすごい好きで。うん、あるね、うん。あれがもう大好き。でも牛丼の本当に、うん、この何、牛丼、ノーマルの牛丼で、ノーマルの牛丼だったらやっぱ吉野家、うん、かなかうかみたいな、こういう感じですね。じゃあ持ったところで、うん、はい、いただきますよ。いただきます。いただきます。お水来ました。お水が来た、ありがとうございます。ちょっともう喉乾きすぎちゃって。うん、お肉でかい。早い、早い、お願いします。大丈夫、大丈夫、大丈夫。どうどう。あ、お水、お水、プレミアム牛丼いただきます。めっちゃ美味しい。え、柔らかくない、お肉が。柔らかい、プレミアム。え、柔らかいし、美味しい。え、自信。うん、え、え、え、じゃあこれももちが波動してるから。なんだ、びっくりした。めっちゃ揺れてるじゃん。自信って思ったの今。あ、ごめん、やってるんだ。すっごい揺れてる。びっくりした。ももちがね、みんな食べてるじゃん。ちょっと貢献しなきゃと思って頑張ってんの、これ。ありがとう、ももち。貢献しなきゃ。うん、美味しいよね。うん、柔らかい。玉ねぎの切り方は店で違うようだって。あ、そうなんだ。へえ。確かにそうかもしんない。美味しい。味がすっごい染みてんの、うん、お肉に。だから肉が柔らかい、マジで。え、松屋さんは玉ねぎ入ってるの、それ。入ってますよ。入ってる。あ、本当だ、いた。色味がめっちゃ結構分厚い。肉のようになってる、うん。え、味しっかりしてるね。うん、超美味しい。うん、美味しい。プレミアムだからかな。え、どういうこと？かもしれない。それも気になるよね。うん、でもプレミアムって肉がでかいとかじゃなくて、あ、そうなのかな、
ね、すっごい美味しいよ。フルーツが違うんじゃないの、わかんない。あ、確かにそれはあるかもしれない。これちょっとせこいやつじゃない？ちょっとレベル高いな、これ。ちょっとレベル高い。うん、こんなに美味しいと思ってなかった。でも私松屋で行くといつもビビン丼を食べるんですよ、うん、だと肉こんな大きくないし、うん、もうちょっとなんかしっかりしたイメージ、歯ごたえがあるというか肉が、うん、だからびっくりしてる今松屋さんも。みんないろいろ言ってますが、うん、ご飯残さないでっていう。残さないで食べるよ、食べるよ、大丈夫だよ。ねえ、おいしい。あ、今うちのマネージャーから井戸端会議ファイトって入りましたね、これ。はい、ファイトします。すごい、ありがとうございました。違う意味で頑張んなきゃいけない。そう、ももちゃんいろんなこと頑張ってですよね。そうなんですよ、うん、頑張れ頑張れ。美味しいよ。そして、あ、ちょっと待って、あのさ、黒、この七味をかけてみたらどうなるか。かけて食べてみなよ。お、確かにね、ご飯と。でも 黒っていうのに私普通のシミはかけないけど、ちょっと気になる。気になるよね、うん、あ、やっぱ肉が。へえ、プレミアムは味付け変えてるよ。あ、だから、そうなのか、って書いてある。それでか、うん、レミパパさん、なんでこんな詳しいですか、なんか働いてるの。やべ、最後の最後の最後の賭けだ。働いてるのかな。気づいたら、気づいたらもう、そうそうそう、お肉が賭けだ。お、米ばっか待って。え、すごい、なんかめっちゃ売れてる松屋。え、すごいよ、黒いわ、本当に。私もかけたい。はい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 、はい、うん、黒七味松屋すげえ、うん、何が違うんだろう、ね、黒七味と、うん、これは美味しい、本当に。ちょっと待って、七味をかけたバージョン。うん、みんな牛丼食べたいって。どう、ね、すっごい香ばしい、香りがいい、うん、し、うんうん、ピリ辛なんだけど、もちろん七味だから。でもなんかね、うんうんうん、なんだろう、ちょっと胡椒っぽい感じと七味、胡椒と七味の胡椒っぽい、うんうんうん、ピリ辛の胡椒って感じ。おお、これは引き立つね。うんうん、美味しかった、うん、美味しかった、うん、美味しい、美味しかったな、うん、なんかさ、勝手な思いなんだけどさ、うん、吉野家さんは玉ねぎと肉を別々にやってる感じで、うん、松屋さんは、うん、玉ねぎを先に煮込んで、そこに肉を追加して一緒に煮込んでる感じのイメージ。わかる、なんて言ったらいいの、うん、なんだろう、うん、玉ねぎと肉の組み合わせの話。わかるわかる、うん、作り方違う気がする。そうそうそう、なんだろう、なんか紅生姜も食べる。あ、紅生姜もね、程よいかもしれない、うん、こっちの方が、あんまりそんな酸っぱすぎず、うん、え、松屋さんの、このさ、そう、松屋さんの、うん、2人はさ、今のとここの松屋と吉野家の、うん、うんうん、順位付けは今のとこどっち？松屋かも。うん、そうか、実はすごいね、際どい。プレミアムすげえな。なんか吉野家の味に慣れちゃって。いや、それはある、それはある。やっぱりね、普段食べてる方がね。そう、幼き頃から食べてた味。確かにそれはある。でも、うん、プレミアム牛めしっていうのを初めて食べてみて、うん、すっごい美味しいなと思ったわけ。予想外だった。こんな美味しいと思わなかった。いろいろメニューがありすぎて、うん、ノーマルの牛丼頼むことなかったんだよね。確かにそうなんだよね、松屋では。うん、そうだから、このね、純粋な牛丼を初めて食べて、うん、ちょっと変わった、うん、変わった。え、まあ、どっちだろう。プレミアムのお値段が380円。90円。どこ見て380円だった。今どこ見てた。予測しちゃった。あれ、それってどこも見てなかった。で、大盛りだと吉野家と変わんなくないですか。ああ、そういうことか。プレミアムの今食べた大盛りが520円。うんうんうん、吉野家さん、確かに安くない。吉野家さん550円じゃなかったっけ。そう、確かに。おお、あら、じゃあそのコスパも考えると、うん、プレミアム牛虫の方がじゃあ、うん、ちょっと上になりますか、うんうん、あ、並盛りの値段があれなのかな。それも考えて。でも並盛りはそっちの方が、あの松屋の方が、うんうん、高い、10円高い。あ、なるほど、大盛りにしたら、うん、こっちの方が安いけどもっていう、まあ、グラム数とかいろいろ違うんだろうね。そうかそうかそうか、難しいな、値段の設定って、うんね、大
大変。あんまそこ比べたことなかった。ちなみにすき家は350円ですからね、並盛り。安いんだ、すき家。すき家安いですよ。詳しいね。すき家よく行く。すごいね。すき家よく行くけど。すき家ばっかりやるんだもん、そこら中に。そうなの？そう。ラスト。ラストは。うん、中尾もよく行くんだよ、ね、中尾の色の濃さ、私ね、めっちゃ美味しそう。牛丼初めて食べる。白滝入ってるのがめっちゃいいわ。そう、白滝とすき焼き牛丼だからいい、ね、あの他の牛丼と全然違うかも。なんかうどんしか食べたことなかった。確かにもう種類が違うって感じ、本当に、ね、中尾、中尾さん、うん、これ中尾だよね、やっぱ、うん、中井さん言っちゃったけど、中井って言ったから、ね、どさくさんに紛れてさ、あの中井さんに水を頼むのやめてくれない？中尾スタッフさんね、スタッフさん、あ、もうセルフになっちゃった、はい、セルフやるからやるから、はい、お水、ももちごめんね、もういいよいいよいいよ、ももちももちはね、こういうので気を紛らすしかないんだよそうだよね、ほら飲みなさいよね、大量大量、ありがとう、ももち紛らわそう、気をね、ちょっとね、ここ1週間気を引き締めてなかったから、じゃあ気を引き締めるでも今柔らかさが、見た目だけで話したんだけどさ、うん、肉が一番多い気がする。多い多い多い、なんか本当だ本当だ、白滝入ってるからかな。でお肉はね、一番確かに細切れ、うん、細切れ細切れ、一番細切れてる、うんうん、でも味も一番染み込んでそうな感じです、うん、見た目がね、うん、本当だ、匂いもすごいね、あのね、すき焼きっぽい匂いがする、うん、なんかさ、これ玉ねぎじゃない？ここに匂いがすごい、玉ねぎじゃない？長ネギ？あ、長ネギ？そうなんだ、長ネギ入ってんの？もしかして、ほんとだ、だってこの形ってそうじゃない？ほんとだ、長ネギっぽい、長ネギだ、すごい食レポだ、だから、うん、だから、え、違う、だから何？え？だから何？いただきます、だからこんなちっちゃいんだと思って、いただきます、うん、へえ、美味しい、美味しいよね、うん、すき焼きや、うん、めっちゃ卵欲しい、すっごい染みてる、レミパパさんはさ、うん、そう、牛丼博士なのか、中尾さん、中尾は、うん、あ、中尾さんは和風牛丼やで、うん、レミパパさんすげえな、ね、中尾は並盛り350円の、うんうん、大盛り500円だから、うん、一番安い、安い、500円、それは、え、これ安くていいの？え、美味しい、うん、迷う、これ美味しい迷うね、うん、めっちゃすき焼き風、本当、さっき悲しいかったけど、美味しい、気分によるな、これ、ね、そうそうそう、確かに気分によるわ、気分によるわ、食べる時間と、うん味もね、一番染みてる感じがする、うん、しっかりしてる、すごい、今日食べた3店舗の中で、うん、うん、気分によるの、うん、気分による何時にどれ食べたくなるの、うん、いや、夜、うん、あ、お昼は、うん、お昼は松屋さん、うん、で、夜は中尾さん、うん、で、深夜は吉野家さん、うん私深夜にこれ食べたくなる、なんか中う、え、私朝がいいです、これ、朝でもいい、分かれるね、分かれるね中うは朝がいいな、うん、面白いね、なんか、うん、おいしい、でも夜に吉野家っていうのはちょっと分かります、うん、うん、どれも美味しいや、本当に、うん、うん、中うが、え、どれだろう、いや、迷うね、ちょっと待って、うん、味を思い出す、どうしよう、中尾はうどんもうまいって書いてある、美味しいよね、いいな、炭水化物ああ、食べたいな、中尾はね、私カツ丼も好きなの、カツ丼、あ、全部炭水化物だなご飯も多いな、みなさんはどこが一番好きですか、確かにいっぱいあるよ、食べた、食べていいんですか、うん、彼氏お腹いっぱいなんだっけ、もうやっぱ中尾ストビングがいっぱい、中尾の後に吉野家を食べるとすっごいあっさりさっぱり食べれる、うーん、うん、吉野家が薄いっていうイメージなかった、なかったよね、本当に濃いイメージ、うん、めっちゃ違う、え、一番薄いな、あの吉野家、濃いか薄いかで言うと薄いかもしれない、うん、でも、え、多分中尾が異常に濃いんだと思う、ちょっと決まった、私ランキング、お、うん、
決まりました。迷うな。こう皆さんは誰が1位、どれが1位でしょうね、この見てる皆さん。あ、松屋、中尾、うん、吉野家。割れるね。松屋、吉野家、うん。吉野家と松屋多いね。結構。好きやって言ってくる人もいるけど、うん、うん、来ないからね、うん、うん、このランキングで俺の飯が決まるこれ日本よ、色旗調べでめっちゃ怖いんだけどすごいね。そっか、早く発表してあげなきゃ、じゃあ、うん、でも決まった、決まりました、うん、決まった。じゃあ第3位から、うん、せーので言ってみる。うわー、はい、どうしようかな。でも食べて初めて変わったわでも、うん、これな、純粋な味、いや、私コスパも考えてます。コスパも考えてる。お、覚えてる、コスパ覚えてます。そうで、コスパもう一回言ってよ、うん、だから、うん、とまず、うん、吉野家さんは並盛りが380円の、うん、大盛りが550円、すき家、嘘です、うん、と中尾さんが並盛350円の大盛り500円、うん、そんで松屋さんが並盛390円の大盛り520円ですよね、うん、なるほど、380円、すごいね。さっき出てきたやつをこうパッと、まあ、一番コスパがいいのは、うん、あの好き、うん、とどんだけ好きや押すねん好きやね、好きやないから今日ないから、安いんだって、安いけど、好きやも安い、今日ないから一言も挟まないのが手順、今日は中が安いでもですよ、うん、まあその点もちょっと踏まえて、うん、決まった、どこが大丈夫、オッケーオッケー、決まった。じゃあ第3位から、うん、せーので発表したいと思います。うん、ドラムロール行くの、はい、よし、ねえ、よしって、よし、なんでそこでせーの来ると思わないじゃん、だってどんって言うんじゃないのそれさ、番組的に一番やっちゃいけないの何やってんのどんって言うんじゃないの、だってどんで行くよ。じゃあもう一回せーの、せーの、吉野家。あ、吉野家。あれ、なんで言わないの、なんで言わないの言ってよ、なんで言わないの。ね、松屋。おー、お、割れた、割れたね。吉野家かな、うん、じゃあ理由は後で聞くとして、じゃあ第2位いきましょう、はい、せーの、中尾。中尾、おお、すごい、中尾はみんなに、っていうことは1位は、せーの、松屋。あ、違う、松屋、いやいやいや、合わせに聞こえるの、おかしいでしょ、ビンゴになるかと思う、ビンゴじゃないか、自分だけ通して、吉野家、吉野家、割れたということに、え、また私、のんちゃんと一緒ってこと。そうだ、あ、一緒だ、一緒だ、へぇ、理由ね、待って、3位に2人とも吉野家って言ってますけども、うんうん、え、でもこれちょっとあの消去法なんて1位から決めてたから、そう、それ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 、うんうん、まあでも本当にコスパ一番高い、まあそうなんだよね、やっぱり、うん、で、あとはなんか思ったよりも味がこの中に比べたら薄かったこと、うん、さっぱりしてたこと、うんうん、濃いと思ってた、な、多分ね、私つゆだくにしたいんだと思う、個人的に。あ、で今日はあのそうじゃなかったから、うん、そういった部分もあるかも。なるほど、そうだね、なんかもうあのね、安定なのよ、安定の味で、うん、正直1位だと思っていた、うん、食べるまでは、うんうんうん、でもそうそう、安定なんだけど、あとご飯の量が多くて、ご飯よりもちょっとお肉がもうちょっとあったらいいかなっていう希望。あ、確かに肉がちょっと少ない感じがしましたね、うん、ご飯がね、これだけ残ってるのよ今、うん、大盛りって米多いんだよね、うん、あ、そうなんだ、肉の量関係ない、なんか、ね、中盛、あのね、すき家は中盛りとかってやつが肉が多いの、だから、うん、なんかあるんだよ多分、肉が多いバージョンか米が多いバージョンがある、そうなの、分かんないよ、吉野家はどうか分かんないけど、すき家ばっかりしたら、そうなんだ、分かんないけど、多分肉が多いバージョンと、うんうん、あの米が多いバージョンがある、なるほど、うん、でもね、やっぱね、味は安定している、いつでもオールマイティーに食べたい味ではある、でしょ、うん、じゃあなんで3位にしたの、だから他が勝ってたんだよ他が松屋にしたんだけど、うん、これも消去法で3位にしちゃったんだけどね、う
松屋はやっぱり豚塩牛カルビが好きだから、うん、牛丼はいいです。何それ他のメニューがいいんだよね。そう、うんうん、なので3位に松屋にしました。なるほどなるほど。それで2位が全員中尾、うん、ということなんですけども、中尾もねやっぱね牛丼というよりもやっぱ和風牛丼だからさ、うん、すごいすき焼きっぽい感じで、そうね、うん、そうね、うん、すき焼き食べたい時は最高、新鮮だよね、新鮮、この牛丼は、うん、とってもめっちゃトッピング卵入れてと思いながら食べてた。美味しい本当に、うん、新しい食べ方って感じ、うん、なんか年配の方も好きそう、おじいちゃんおばあちゃんも好きそうな味じゃない。確かに、でも子供も食べそうだし、うん、あと安いし、うん、一番やっぱりそこがいいなと私は思いました、うん、がっつり食べれるね、うん、なんか勝手に中尾って朝亭のイメージ、あのあーなんていうの、他のお店も朝亭ってやってるんだけど、うん、一番なんか朝にぎわってるイメージ中尾さんって、うん、勝手な見解。でもすき家もにぎわってるよ。すき家私ないんだよ近くに、分かんないんだよその情報が。すき家も見たことないんだよ朝あんまり。結構、うん、すき家ないから今日出さないでもらっていい。やたら出てくる。出さないでもらっていいですかもう話に。そんで1位が2人が松屋、うん、私が吉野家ということなんですけども、うん、まず私はですねやっぱりなんだかんだ言ってやっぱり吉野家だっていうね、うん、気持ち、うん、さっきのとかちゃんも言ったけど、うん、そうなんだよね、やっぱり安定の味だし、うん、安定してる、もう昔から変わらない味で、あの幼き頃からの親しみの味っていうので、うん、やっぱ牛丼屋の王道っていうことで私はやっぱり吉野家に1位にしました、うん、でもやっぱりコスパがねちょっとね今日値段も比べてみると、うん、ちょっと高いかなっていう気も、中尾と50円違うわけだから、そうだよね、そう考えたらすごい、それはでかいなって思ったので、ちょっと確かに年齢じゃない、その値段のとこだけがちょっと引っかかったけど、まあ味は、うん、やっぱ私の中では一番ということになりました。ありますわ。そして2人が、そうこれはね予想を超えてきた、本当に美味しかったの、うん、松屋さんのこのね、うん、プレミアム牛丼が、わかる、でもそうこんなちょっと下に見てたじゃないけど、そうこんな見てたは思わなかった、うんうん、つい、あのお肉のボリュームと柔らかさ、うん、しかもでかさ、でかい、あーねー、めっちゃでかいの肉が、食べ応え、そう、それが本当に良かった、うん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 、あとはでも私はもうひいき目があるかもしれない、もういつも常に松屋選ぶから、うんまあ、ビビン丼なんだけどいつも食べるのは、うん、でもそれを食べてる中で、うん、あの今日の肉の大きさとか、うん、染み方とかがすごい感動してしまって、うんうんうん、ってなると松屋が1位に、ね、ちょっと感動しましたよこの美味しさは。うまそうだったな、でもね秋葉原でいつも行ってる松屋があったんだけどね、閉店しちゃったのよ。あら、あそうなの、潰れちゃったんだよ、わからないけど理由は、知らなかった、行ったら潰れてたから、うん、私に何も言わずにね、いつも利用してたのに、あら何にも言わずにいなくなっちゃったから、誰がどう許可取るんだよここにおかしいだろ裏切られたみたいな気分も、あそれでそれでサインした、個人的に言いすぎるんだよそれ、かわいそうだわちょっと、ね、個人的すぎる、なんだかんだ牛丼安いからね、そう助かるんだよね、助かる助かる、そうなんだよ、美味しいし美味しいし、ね、また再びじゃあ秋葉原でねお店やってもらえるように、うそう、あの連絡を秋葉原にね、秋葉原に再び松屋を、あちらの近くにあるから、神田の方行けばあるから松屋、仮面女子とコラボしてまた松屋を、めっちゃいい、それそれ頑張っちゃうよ、もうあれいいじゃん、あの1階に作っちゃえばいいじゃん、ハリトンと一緒にそれパフェの関係してくるから、いろいろややこしいからね、ここもちらまでね、うん、ご連絡いただければと、コラボしたい、コラボ、仮面女子牛丼お願いします、うん、仮面女子牛丼いいね、うん、なんか仮面女子牛丼こう頼むと、うん、こんなおまけつきますみたいな、なんかないかーないかい、なんもないかいか、もう大喜利みたいな感じですよ、考えてよ誰も何も出てこないじゃなんかさ難しい、今までさなんかコラボした時になんか仮面女子ラーメンとかあった時さ、なんか海苔に仮面女子の仮面書いたりとか、なんかまあスイパラさんとかコラボした時も仮面がついたりしたわけよ、その商品にね、食べ物として、今牛丼で考えたら何をつけるんだろうと思って、なんだろうね、なんだろうね、仮面女子のちょっとあのデストロイな感じのトッピングとか、辛いとか、辛いとか、辛いハバネロ入れちゃえ、ハバネロ、ハバネロ、ね、刺激をね、うん、ハバネロトッピングでいいと思う、うん、思ってないですよ全然いいと思う、デストロイな感じっていうからやっぱね、うん、
ね、いつかね、そんな丼物とも、そうそう、コラボしたいですよ。ぜひ、うん、こちらのお問い合わせ先までよろしくお願いします。お待ちしてます、うん、そして変わらずハートもね、上質上質上お願いしますお願いします。ハートお願いします。今32枚いってますよ。本当に、うん、今すごい。でもあと70近くハートがないと。そうだそうだ、番組はあと何時間、ね、うん、あと45分です。45分ですね。あ、でも半分ぐらい。現在の、はい、現在頑張ってハートを押してくださってるランキングが、お、はい、3位ザリスさんでいいのかな、これは。ザリスさん、ザリスさん、ありがとうございます。そして2位かぼちゃさん、かぼちゃさん、おお、ありがとう、ありがとうございます。1位がともさん、ともさん、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい、たくさんポチポチしてくださって、すごいな。え、45万だよって入った、あれ私間違ってる、本当だ、今47万いったよ。え、マジで。じゃあ、あと50万、あと50万いくじゃん、これすごいよ。絶対いくって。いや、そうだ、なんかいや、そうだ、何今、なんか嫌なんでしょ、本当は。嫌じゃないけど、でもすごいじゃん、ちょうどいいぐらいじゃん、半分番組終わって半分、うん、マン来てるから、うん、そうだね、マジでハドハド半分マン来てるからね、うん、ダメだ絶好調。はい、絶好調です。一旦お願いします。はい、牛丼調べはね、うん、以上な、美味しかった、ね、美味しくいただきましたよ、ね、美味しかった。調べんの面白いわ、ね、面白い。次な、何しよう、ね、何食べ比べる。ハンバーガー、ハンバーガー、やりたい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 。めんどくせえ、めんどくせえって声が聞こえてスタッフさんからめんどくせえって声が、めんどくせえ出ました。え、ハンバーガーだ、めんどくさいの。ハンバーガー、なんかチンしたりとかじゃない。ハンバーグだと思ったってこと。ハンバーグはなかなかないよね。ハンバーグと食べ比べてどことどこなんだろう。どうなんだろう。え、だからいろんなメーカーのハンバーガーで、あれだ、あそこキングモスモスバーガーとか、サセボバーガーとか、サセボそれはちょっと違うかなるほど。普通にコンビニグルメでもね、うんうんうん、もう秋冬になってきたらメニューもねちょっと変わってきて、そうそうそう、肉まんやりたい、肉まん、そうそう、あ、確かに、うん、食べ比べ、肉係がいいじゃん私。いやいやいや、まんいや、まんも、でも私まん好きだからまんがいい、ね、まんって何なの、まんって肉まん食べるとき私肉しか食べないの。そうなの、まんは両方食わなきゃ分かんないじゃん。そうだよでもマンが好きでも分かる。そうだから、マン好きの子にいいや、うん、あげる。マン好きって何やろ私は肉好きだから、うん、マン好きな、マン好きの人と買えるわけ。マン好き、マン好き美味しいじゃん、だって周りの皮とか。どっちも好き、うん、どっちもいける。肉も、肉もマンも、いいな、肉マン。え、早くみんな食べれるように早く痩せればいいんだよね。そうだよ、そうなんだよね。いつになったら食べれるようになるの。何キロぐらいだろう、20キロぐらい痩せれば。でも今さ、もうだって7キロぐらい痩せてるから。絶対痩せてねえんだよ。あれ戻ってる、戻ってる、絶対痩せてねえんだよ、あれやべえんだよ、だからもうね、そう、ゆこママとゴールドジム行こうと思ってさ。え、ゴールドジムってさ、うん、本格的な人しかいないイメージなんだけど。うっそ、ムキムキ、みんなっていうイメージ。マジでマジで、マジでジム行くか。ちょっと待って、50万ハート突破、ありがとうございます。あと半分じゃん、やった、すごいすごい、50の万ですね、ありがとうございます今日万ばっか言ってる、どんだけ言いたいのありがとうございます。あと半分です。でも全然関係ないけどさ、うん、メロンパンも私ね、中だけ食べたいの。私外メロンパン、外、じゃあもう、じゃあ、あの、両方だな、両方、両方行くじゃん、中も、両方だな、どっちも、どっちも、どっちも、うん、両方、両方なんで、なんで笑ってんの、普通両方じゃない、なんで、うん、なんで、なんで、なんで化けて食べんの、あ、私中派、中派、取ってくるの、ほじくるの、な、外身だけこうピロッと中ほじくっていうか、私は中も外もどっちも派、どっちも派、すごいね、なんかどっちも食うよね、意外関係が一致する、私エリナちゃんとどっちも食って、初めてメロンパンじゃないの、これ食パンはどっちって書いてるよ、中、あ、食パンな、でもね、私ね、あの、周りだけ切ってそれを焼いて食べるのが好きなの。おーってことは外だな。外だな。私ピザとか、あの、こうやって切って、なんだろう、耳残すの。あ、切り中だけ食べるってこと？毎日中だけ食べるんですよね。そうそうそう。耳は好き、でも普通に耳好き。あの、歯ごたえがあっていいから。本当に。耳にチーズ入ってるやつなら好き。あるね、あるね、ソーセージとか。絶対にしてるね。
両方でしょ、普通両方でしょ。何なんこれ。なんか別にあれば、なんかどうしても食のこだわりどうした、どうしても食べろって言われたら食べるけど、うんうんうん、なんか無理に食べたくないみたいな。別になんか誰かがそれを欲してる人がいるんだったら全然差し上げる。あ、じゃあ全然食べる食べる。そう、欲してる。欲してる人いた。でもやだない。成立したわ。やだない、中身の抜けたさ、そのマンだけとかさ、もらうのやじゃない。え、でも違う、マンはあの肉まんの話するとじゃあ、うん、肉がなくても染みてるわけですよ、そこの周りが。それを食べるんですよ。だから私も今度だから牛丼もあの汁が染みたご飯が好きなの。うん、なるほどなるほど。うん、染みてで。メインがないもので、うん、メインじゃない方が好きってこと？かもしれない。ちゃんと味がついてる。汁が染みてるものが好きってことだよね。そう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 。だから味がついてる方。なるほどね。味がついてる方。染みがついてる方。うん。なるほど。なるほど。面白いね。ランチパックは最強ですなだって。あ、確かに。そうか、耳ないからね、確かに。ね、でもね、あれなんか何個かに1個耳つきがあるらしいよ。なんかミスらしいんだけど、工場のミスらしいんだけど、たまにランチパックに耳つきがあるらしい。へぇ、当たってた、外れてたか。すごくない？探そうよ、探そうよ。そうなんだ。なんかさ、こういうのもいいけどさ、うん、お菓子でよくさ、何個かに1個、うん、1個これが入ってますみたいなのあるじゃん。あの銀のエンゼルみたいな。それ探したくない？それやったんす。あ、やってるんだ。やったの？違う企画でやってるんすわ、それ。うん、あ、でもやってみたいよね。やってるんすわ。私もよく自動販売機で、うん、あのルーレット回るやつ、うん、もう鬼のようにやって1人で20分とか買っちゃう。そうそう、前も遠征、あったんのそれ。遠征してる時に、うん、あの私たちが連絡を取り合ってるやつがあるんだけど、うん、そこにいきなり書き込みがあって、誰かなんかホテルのその何丸何号室まで来てみたいな、うん、何があったんだろうと、どうしたと、なんか怖くて、うん、なんか事件にあったのかなって思って、うん、なんかメンバーが行ったら、うん、大量の飲み物を持って22本ぐらい。そうそんなに当たるもん。当たんなかったの。当たんなくて買い続けてたホテルのね、フロントの人まで一緒にこう部屋まで来てくれた。やばすぎ、うん、持ってもらったってこと？そう、持ってくれたらフロントの人優しくて、何もなかったけどね、フロントの人と私は、うん、あ、そうね、そうね、そうそうそう、何もなかったけど、うん、ダメダメ、そう、ね、すっごい優しくて、うんうんうん、一緒に持ってくれた、うん、でもそれも、でも50本に1回とかしか当たらないらしい、うん、どうやら。でも50回に1回だったら普通に当たるでしょ。カモシがもうちょっと頑張れば当たったってことでしょ。そう、でも私の次の人とかにさ、うん、それやあの当たられた時の悔しさたるやと思って、うんうん、君あれ考えがギャンブラーだね。同じ匂いを感じる。私のジュースって深夜によく出ない？そうなのかな。私昔深夜働いた時にあのよく買ってて、うん、必ず当たったんだよね。なんか時間帯かもしれないよ。そんなことある？そうなの、うん、なんか夜中買うと当たるみたいな。でも結構割と夜中だったんだけど。確かに確かに。結局当たったんですか？当たんなかった。諦めてんじゃん途中で。でも遠征中だったから荷物になると思って飲みきれないと思ってね。うん、そうそう。それ集合だわね。うん、全然当たんなかった。面白い。なんかやると当たるのかな。ね、検証したいね。それもね、やってみたい。なんか当たるやつとか。うん、この番組ロケとかさ、うん、やって映像としてうちらが見るみたいな。あ無理か無理か。確かになんかちょっとたまに違うシチュエーションもねやってみてもいい。そうそう、ずっとこの同じね、うん、部屋だけじゃなくて、うん、確かに誰か行ってきたのを見るとか、うん、あーロケ風にする。そう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 、うん、でうちらが見るの VTR っつって、うん、いいねいいね。新規が触れちゃった。いいね、全然関係ないけど。実現するのかなと思いながら。いや、するはずだ、いつかはね。ね。うん、20回ぐらい行ったらするかもしれないもんね。うんうん、まだ11回だし。そうだよ、まだまだこれからですよ。探り探りですわ、うん、毎日が、うん。なんだっけ。なんだっけ。何の話でしたっけ。何話したっけ。とりあえず全部美味しかったねっていう。食べちゃった、ごめんなさい。すごいすごい。こっちも残ってるよ。食べてるの、食べたいです。すごいね。汁が染みてないから、ね。すごい、うん。2つとも完食してる。綺麗。でも普通に考えると大盛り3つで女子3人で食べてるってすごくないですか？結構すごいと思う。女子3人とか。まだ食うもんな。ほとんどエリニアが食べてる。神谷さんがほとんど食べてる。神谷さんめっちゃ食ってる。素晴らしい。ね、松屋行ってくるって。あ、結局。うん、ご飯決まったのね。松屋になりましたか。
めっちゃ食ってるって。でもいっぱい食べる女の子はすごい好感が持てるという。そうだよ、いいと思う。食べろ食べろ。いっぱい食べて太らなきゃいいわな。モモチってさ、いっぱい食べてそうなったの？いっぱい食べたよね。食欲結構変わってるから。どのぐらい食べたの？どのぐらい何を食べたらそうなるの？ね、どのぐらい何食べたんだろう。でもまあお寿司とか頑張って、うん、頑張ってんだよ。36歳食べたりとか。え？一貫？一貫じゃない。じゃあ二貫ですよ。36皿二貫。二貫あったり一貫だったりもするけど。うん、なんかこう約70個は食べてるってこと？そうそうそう。やばっ、すごいすぎる。それはもうマツコさんに勝ちたくて食べたの。食べたの、そう。割とそういうことに挑む習性がある。え、じゃあなんかさ、大盛りのさ、これ食べきれたらいくらみたいなやつとか。あのね、いくらはなかったんだけど、なんか埼玉がどこかな、違う、調布の方に、あのすごい製麺所で、あのラーメン屋さんとかそういうなんか麺料理系を出してるお店があってね、すごい安いのよ。あの本当に焼きそば1個200円とかそういう本当に安いようなとこでね、あのお昼の時間帯だけ、ラーメン5玉分入ってるやつが500円っていうのがあって、やば、普通にやばい。それで、じゃあ5玉分ちょっと練習で食べてみようかと普通に食えて、なんか10分ぐらいで、まあ何でもすごくない？10分で5玉ってすごくない？面白かった、挑みたくなっちゃうの。その1玉2分ぐらいで食べたってこと？多分ってことは普通にうちらが食べてる普段のラーメンを2分で食べれるってことでしょ。そうそうそう、やばーいよ、そんな。長すぎ、すごいや。いやもう挑まないと、デブは挑まなきゃダメよ。あ、そうなの。そう、ね、中学生ぐらいの時はね、挑めた。昔は、なんか焼肉屋とか行ったら、チューライス7杯とか食べてた。マジで、マジで。どうしたどうした、なんで。じゃあさ、大ライス3杯でよくない？でもチューライス頼みたくなるじゃん。まずチューライス食べたら、あ、足りないなと思って、またチューライス頼んで、足りないなってなって7回食べた。すごいね。ご飯はそんな食べれないや。いや、そうなんだけど、ね。え、じゃあお米で何合で言ったら何合食べられる？1回に。それやってみたい。何個食べれるんだろう。今は無理だと思う。でも5合ぐらいいけそう。普通に。嘘やん、無理だよ。いけそうじゃないですか、5合は。うちらもね、でもね、やったのよ、深夜にお腹空いて、2人で4合タイで食べるっていうのやってみて、あのいけないよ結構。4合って何杯分ぐらい？4合ってね、8杯分ぐらいだと思うんだよね、普通に。0.5 合で多分いけるね。じゃあ2合は食べれるかも。2合いける。2合はいけるかも。お米そんな食べれないや。じゃあでもお米だけでしょ、おかずなしでしょ。いや、おかずもあるから。それは無理。おかずどういうこと、何のおかず、その種類による。え、その時はね、家にあった卵とか焼いて食べたから、大したもんあれじゃないけど、朝ごはんみたいな感じの。なんかさ、これがあれば米いくらでも食べれるっていうのもある。ふりかけ。え、無理無理。一生食べれるふりかけあれば。なんだろう、明太子。あー、明太子うまいわ。おいしい。あ、え、イクラの醤油漬けやばくない？あ、それもやばい。それは来たね。やばいなー、すっごい食べられちゃう。私味付け海苔も食べれるでしょ。食べられない、それは。なんでわからないの、私の時だけ。味付け海苔はなんか海苔だけで食べたい。え、私もう本当にご飯にふりかけかけて、しらすかけて、それを海苔で挟んで食べるのが本当に大好きで、それをやりすぎてお母さんに怒られたんですよ、私昔。なんで？汚くするからし、テーブル。え、でも贅沢、それ美味しそう。めっちゃ美味しいんだって、本当にこれおすすめの食べ方マジで。ふりかけでご飯食べれない子供だった。本当に？じゃあふりかけは何だと思ってるんですか？ふりかけは嫌だった、なんか。ふりかけ出されたら、ふりかけかってなってた。ふりかけ大好きだったのに。でも大人のふりかけ好きだった。なんで？何が違うの？なんか子供なのに大人のふりかけ食べてる自分って思って、大人のプレミア感。そうそう、ね、夢しかなかったの。私大人だみたいな。大人ってつけば何でもちょっといい感じだよね。小学校の時だよ。小学生の時に大人のふりかけ食べちゃうんだよ、だって。あったね。あったよね。大人のふりかけあったよね。今もあんのかな。今もありますよね。え、なんかお茶漬けに一袋だけついてるなんかふりかけなかった。お吸い物じゃない。お吸い物か。ふりかけもありましたよ。ふりかけもあったよね。お吸い物もあったけど。
お茶漬けに入ってる長細い硬いやつ好きじゃないんだけど、あれ何？あれ好き？あられみたいなやつ。なんであれが美味しいじゃないですか、お茶漬けって。そう、取り除いてた。なんで？それもったいな。それ欲しい。カリカリなやつ。うん、あれ何物？あられでしょ。あられなの、うん、あれ。あられって降ってくるものだと思ってた。いや降ってくるのもあるけどさ。うん、ていうか二人のさ、食の、うん、あの相性めちゃくちゃ悪そうだね。え、いいよくらい逆に。逆私の苦手なものをエリアがカバーし合えるってこと。そうそうそう、お互い。そう、ご飯食べ行ったらそういうことだよね。ね、多分いらないからあげるって言ったら食べる食べるってなるってことでしょ、うんうん、ちょうどいい組み合わせですね。ね、うん、いいね。いいね。あれあれあれということでね、お腹いっぱいになりましたよ。お腹いっぱい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。よかったよかった。ありがとうございます。やっと終わったぜ。おめでとうございます。お餅、ありがとう。やっと終わったぜ。私も食待ち終わり待ちみたいな。ということで、さあテーブル上も片付けましてね、はい、綺麗になりました。なりました。よかったよかった。そう、それとね、なんかね、前回どうかいなかったんだけど、はい、なんか前回、うん、なんかお土産があったんでしょ。そうなんですよね。チンビンですよね。あれ、チンビン、そういえばチンビンね、作って試みたんですけど、なんかベタベタなんですよ、あれ、なんかチンビン、あの普通のクレープを想像してね、うん、沖縄のクレープって書いてあったよね、うん、を想像して作ったわけだ、私は、うん、フライパンにはーいって入れるじゃん、うん、すると、もってりしたって全然広がんないの、こうやって。え、水が足りなかったんじゃない。でも書いてある、規定通りの水入れたのよ、400って書いてあって、あれ、あれ入れたんだけど、うん、全然広がんないし、うん、フライパンに全部くっついちゃうし、うん、あのもう持ってくるような状態じゃなかった。あら、残念。そうなの、残念。だから沖縄の人、チンビンの作り方教えてください。チンビンの作り方と、なんとかアンサーダーキーの作り方教えてください。アンサーダーキーだから、アンサーダーキーじゃないから、めちゃくちゃだよ、こう左右から。アンサーダーキーだから、アンサーダーキーだから、なんでアンバサダーに従うの。アンバサダーって何だっけ。アンバサダーって、ハマスタボタ、違うわ。え、コーヒーみたいなね。分かった、あれだ、空港、空港、え、空港だよね。コーヒーじゃないの、コーヒーじゃないの、アンバサダーって何。アンバサダーってえ、空港の名前でしょ。アンバサダーって何。ディズニーランドにあるよ、アンバサダー。言葉は聞いたことない。だから空港、あの航空、あのあれあれ、船、何、船、なんだっけ、フェリーじゃなくて、あのアンバサダーホテルだよね。アンバサダーをご存知の方も教えてくださ、ね、ほらほら、コーヒーのシーン、ほらほら、そうだよ、そうだよね、スカフェアンバサダー、アンバサダーホテルってあるよね、ディズニーで。ちょっと誰か、あるあるある、誰か、ある。アンバサダーの意味を教えて。めちゃくちゃやもう。で、なんだっけ、サーターアンダギー、サーターアンダギー、アンバサダーギーって言ったらね。でもサーターアンダギーってあれじゃないの、ホットケーキミックスでさ、丸めてあげればできるんじゃないの、うん、本当。そうなの。だからでも黒いよね、黒い、うん、揚げてんじゃないの、あれって。え、だからホットケーキミックスを丸、うん、揚げんの。あ、そういうことか、そういうことなんだ。できる、できるみたいな。え、みんなどこ出身。静岡、土産、北海道、京都、沖縄いねえな。ね、沖縄いねえな。全然わかんない。沖縄出身のメンバーも一人もいない。あ、本当に、うん、確かに。ちょっと沖縄料理知りたいね。でも私、沖縄の友達いるの、沖縄の子の、うんうん、なんかそうやって言ってたよ、ホットケーキミックスで簡単にできるよって。本当に、うん、それが正解か知らないけど、簡単に作れなかったな。類似した味なのかもしれないけど。そうか、チンビン気になったのに。アンバサダーは英語で大使の意味っていう。あ、大使。そうなんだ。大使。大使って何。なんとか大使、観光大使みたいなやつでしょ。大天使の略だと思ってた、これ。え、またややこしいことになってる。大天使略して大使。そうそうそう、大天使、大天使を略したんだと思ってた。観光大使は何だと思ったんですか。え、大天使じゃないか。観光大使はもう観光大使っていう一つの言葉。そういう名詞ね、だと思ってた。そう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 、大天使だったんだね。大使、でも大使ってないよ、どういう意味。大使って少年用大使を抱けみたいなやつじゃないの。それは違うくない、それは大きいに志す。あれ、もうめちゃくちゃバカバカ。俺気になるの、ネスカフェアンバサダーっていうやつはさ、じゃあ何々ネスカフェの大使ってことじゃないの。ネスカフェ大使だな、あれ。じゃあコーヒーの大使だよ。コーヒーの偉い人ってこと。コーヒーを伝えるネスカフェ、うちらが一番コーヒー売ってるよみたいな、なんか印象じゃん、それじゃ。すごいね。じゃあ何、じゃあディズニーのアンバサダーホテルってどういうこと。大使ですけど。ディズニー大使だよ。どういうこと。なんか急に中国感出たな。気になるんだけど、違う意味あるんじゃないの。
難しいね。まあでもかっこいいし横文字アンバサダーって、うんうん、そうだよそうだそうそう、うんうん、でも横文字だとちょっとかっこいいかっこいい感じ出てくるよね、うん、かっこいい森カノンとかさ、うん、横文字全然横文字じゃないよ。ひらがなだとなんか可愛いじゃん。なんか森かのカノンってひらがなだったら可愛い感じだけどさ。エリニャンプルとかね。ひらがなだからね。あの横文字の話じゃないよ。横文字。プルーって何？プルーって。プルーって何？プルー。私のねあのサード DVD がエリニャンプルーっていうタイプだけど。マジで。マジで。早くさそれ見る回作ろうよこれで。じゃあ今度フォース出るから9月30日に。やった見る。すごい。でそれで違う、うん、あの沖縄に行ったから。うんゴヤチャンプルとかさいろんななんとかプルーがあるじゃん、うん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 、それで、うん、エリニャンプルっていうタイトルがついたのそうだったんだそうここがプルプルってことかと思ってたいろいろかけてると思うけどしかも今スタッフさんのせいで何も見えてなかったここがプルプルもう一回やるみたいになってるほんとでかいよね、うん、もう餅だってでかいじゃんだってこれは肉ですから肉ですからこれ肉ですから肉ですからこれもそうなんですよねフォース DVD はスイートゴッドだっけ違うから天神様だから日本語だったあれね横文字にしたのねスイートゴッドスイートゴッドすかっこいい感じでいきますもうなんかなんか頭いいのかバカなんだから全然わかんないもうね楽しみにしてますよということでねこのコーナー長くなりましたけれどもね、はい、ぜひまた仮面女子とコラボしたいとか何かお話ありましたら、うんこちらまでご連絡をお願いしますお待ちしてますお待ちしてます皆さんハートも忘れずに忘れずにポチポチポチして、ね、現在67万ハートありがとうおーすごいあと33万ね行きそういきそういけるかもということで続いてのコーナーはこちら地下からドスコイ地上を覗き見でーすさてさてさてさあ最近の時事ネタニュースなど気になったこと何かありましたら語っていきたいなと思うんですけど何かありますかねありますかね時事ネタですよ最近のなんかさっき話してたこれ言っていいのか分かんないけど裸のレストランっていうね話が好きそうな好きじゃないよ。なんか海外で流行ってる裸で食べる食事するレストランが、うん、あのなんと東京にも上陸したそうで、西麻布にですね、おあるそうなんですよ。おしゃれな街にまた、まあ、日本だと完全に裸ではなくてなんか紙のショーツとかね、うんうん、海外は完全に裸なの？裸らしいよ。あそういうこと？あ日本は一応気使ってるってこと？じゃないの？あ そういう地域あるもんね裸でこう過ごせるね。海外はね。でもさ、みんなどこで脱ぐの？その店入ったら。入って脱ぐ。ここまで詳しく行ったことないからわかんない。そうね、ネットニュースで見ただけなんだけど、うん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 、っていうのが流行ってる。ももち行ってきてさ、らしくて。確かに。あのあれですけどね。行ってきてよ。千と千尋の大根の神様みたいな感じで行きますけど、それで良ければ全然。しかもね、食事もなんかちょっと下手物じゃないけど。虫とか出てくるんだって。いやねえよ。何だと思ったね。なんか昔のバラエティ番組みたいなことやってんのよ。うんタガメとか出てくるんだって、うん、無理や、ね、ってタガメってどうやってサソリとかさっきしかも調べてたら、うん、そのそういう料理のフルコースが出るらしくてそのフルコースが1万9000円だって高えよ高えよ誰が行くかってめっちゃ高級なシャクシャク食うわでもね、物好きというかそういうのって普段食べれないから、うん、興味本位で行く人もいっぱいいるんだろうね、うん、だってさ、片やさ、うん、うんこ味のカレー食べてるわけじゃん、うん、そうね、そうね、そういうことだよね。うんこ味のカレーはいくらすんの？うんこ味のカレーは、うん、いくらだっけ、思ってる高かった。1000いくら、あ、なんかね、うん、種類がの大きさが、うんうん、なんかうんこの大きさ、うんこの大きさが、うん、なんかちっちゃいの、でっけえの、中くらみたいな、そういうタイトルなんだけどちっちゃいのがスプーン一杯なの。えそんなのもあんの？そうそう、だからサイズが違う、うん、それがいい。多分600円ぐらい、うん、確か。え、でも高い高いちっちゃいの、確かそんな感じだと思う、うん、でっけえのが1000いくらかなった気がするけど。え、何を食べたの？でっけえの食べたよ、でっけえの食べるとなんか称号がもらえるの食べたよっつってチェキ取って店内に飾られるの、うん、飾ったの？飾ったよ。すずちゃんのチェキあるの？その店に。あるあるある。食べ終わったってこと？今でも、そう食べ終わった。食べきったら、そういう称号がもらえるの食べたよって。すごいよく食べきったね。だから私そこに、なんか男ばっかなの並んで、多分女性だと3人目ぐらい。すごいね。ヤフーニュースとかなんなかった？なんなかった。なんなかったのか、うん、やってくださいよね、ヤフーニュースで。そんな頑張ったのに。めっちゃ頑張った。そう。いやそれを食べれたってことは、エリナちゃん虫とかもいけるんじゃないの？いやでもちょっと種類がな、違うんだよな、でもな。
多分そのうんこ味のカレーよりは食べる気がする。だって結局口に入れちゃえばあれでしょ、香ばしい、なんかあ、なんか美味しいって言ったりね、っていうのよく聞くから、だ食べれる、だいたい揚げてあれば食べれるんだって。だってタガメだよ、タガメ。でも見れないの私、あの虫を直視できなくて、うん、私ね、そうだよ、トンボだ。ツイッター見た。お姉ちゃんの見た。見た。ティーがいる、ティーがいるとか言って。なんか家にね、3日前ぐらいからね、うん、家に帰ったら玄関のなんかインターホンの真上に、うん、トンボが止まってる。怖いと思って、私はなんか鍵をこう開ける瞬間にこうポッと見たら、あーってなって、もう鍵ももう刺さったまんま逃げちゃって、怖すぎて1時間家入れなかった。ありえない、ありえない。怖くなって、トンボトンボトンボ。いやおかしい。怖くて怖くて、でもどうしようもないからってなって、だよ。なんかツイッターに実況中継してたら、ファンの人がなんか傘をこう刺したまんま家に入ったらって。言われて、雨だったからこう傘を差して見ずにこう入ることに成功したわけ。で翌日また家出るときに、家出るときは見ないじゃん全く、ていうかもう忘れてたし、出ててこうエレベーター待ってこうチラッて横目でまだいたの、モンスター今日もいたの、可愛いじゃん。もう多分もう終わりだったんだよね、いろんなものが。本当にもうトンボすらね苦手で、ちっちゃい頃はすごい仲良くしてもらってたから、なんかあんなに仲良くなって、仲良くしてもらってたんだよ、ね、仲良かった、別に、捕まえたりしてた、こうやって、それがもう今見ることも無理だから、そんなに多分そのタガメとか以前の問題、もうわ分かるし、そのちっちゃい頃は大丈夫だったけど、大きくなってダメっていうのはすごい分かる、ね、触れなくなったもん、私も触れないし、近くで大丈夫、いけると思う、見ることもできない、トンボ、カマキリ、バッタ系はいける、見れない、栃木県のだってトンボとかこのぐらいでかいよ、オニヤンマ、オニヤンマ飛ぶ、そんなでかいの、バッタもこんなのがなんか大人と子供がくっついてビヨーンって飛んでる、バッタ系はすごい私好きだったの昔、なんか親子バッタとかすごい探して、探して親子バッタにさせてたの、何歳の、乗っけてな、そう乗っけてとか、そういうのも遊んでたわけ昔はね、虫さんと一緒に、でも今は絶対ね、ちょっと触れなくなっちゃった本当に。うん、虫はちょっと、ね、それ食べちゃうんだな。いやー、虫することしかできないね。あー、ダジャレじゃだ。虫は。ダジャレじゃだ。それ一番、それにも一番求めてなかったから。そういうお店があるんだもんね。レストランがあるってこと。でもなんかハロウィンとかちょっと面白そうだよね。確かに。ハロウィンとかに行ったら面白くないよ。ちょっと面白そうじゃない、なんか、仮装していくのかな、行く人も。そっか、でも裸になんなきゃいけないのか。でもその、まあ、私ほら昨日行ったって言ったじゃないのよ。そのなんだっけ、ウルトラに行った時に、ここしか隠してない女の人いっぱいいたよ。どういうこと？ここだけ。下は？は入って、一応入ってる。まあそういうところは公共の場だから下は履かなきゃなんだけど。どういうこと？ここにシールを貼って歩いてた、こうやって。わーってなった。逆に男の人こういうパンツ履いて歩いてた、すごいね。あのフェイスブックでちょうどそのなんか中継みたいにやってて、あの思わず撮っちゃって、その人たち、イエーイっつってこういう人たちと、すごい、 V字の V 字、手も持ちもここだけ隠して、あ、そうで、これあので大根の神様みたいになる。恥ずかしくないのかな。すごいね、ここすごいよね、ここだけだよ、自分の体で。まあ一応乳輪以上の大きさしてましたけども、ここはね、どこに売ってんのかなあれと思って、シールを貼ってた、ニップレスじゃなくてシールみたいなやつ。そう、それを思い出すと、なんかね、中国でね、あの胸元をね、2センチ以上開けたら罰金っていう制度があるらしい。何それ、もうダメじゃん、神谷さん。そう、神谷さんアウトアウトじゃない、みんなアウトだじゃん、みんなアウト出してんだからっていうのができたら、できたのができあるのかわかんないんだけど、そう、2センチ以上だと結構な罰金で、日本円にしたら9万7000円ぐらい罰金なの。いや、すごい。それは出してる大きさによっても変わってくるわけでしょ、多分ね。そうだから、アウトじゃん。そう、アウト。女性は胸元2センチ以上 NG だし、男性はこうなんていうの、ズボンをずり下げたりとか、下着が見えたらアウトなのって。じゃあコスパダメなんだ。そう、コスパダメ。厳しいね。厳しい。じゃあグラビアとかどうしての、中国の方は、いないの？どうなんだろうね。仕事でだったら OK だろ、関係ない、関係ないんじゃない、その場所、公共の場とか、でもさ、違う、結構さ
コスプレイヤーの方って中国の方多いの、なんか結構レベルの高いコスプレイヤーとか、そういうのもいるじゃん、そういう出してるキャラクターとか、そういうのもダメってことじゃん。違う国行ってやるのかな、ね、その一部なのかもしれないです、うん、中国の中の地域、うん、香港とか上海とか、うん、なんでだろうね、かそういうのできちゃうのって、うん、ね、汚いみたいな、そういうこと、うん、かな、綺麗じゃんね、うん、まあ、犯罪的なあれなのかな、うん、危ないみたいな、うん、大変だ ね、そしたらじゃあ、ね、コンパニオンもいなくなったらしいって書いてる、中国は AV も NG だったような、そうだから日本のやつ見るの、そうなの、ね、日本のやつめっちゃ見るんだよね、すごく向こうで人気っていうのよく聞く、うんうん、へね、私乳首も出してたの、あの小学生の時、どういうこと、違う、あのもう本当に、なんか私私 T シャツの中に、うん、あのキャミソールとか着てなかったの、小学校の時、うんうんうん、で何年生、しかもブラジャーもしてなかった、6年生とか、ダメだよ、でブラジャーもしてなかったの、うん、だから、うん、ポチってなってたので、うん、そのことにも気づいてなかった、男子もポチってなってもちょっと恥ずかしいんだ、それで母とかを言わないの、何にも誰にも言われなくて、でもね、ちょっとそれはわかるかもしれない、わかるよ、ある日友達に言われたの、しかも男に、うん、お前出てるぞみたいな、うん、でもう意識しちゃった、意識しちゃった、うん、急に恥ずかしくなっちゃって、うん、もうその次の日かすぐもうプレゼン買ったって言って、うん、ブラジャーを初めてつけた、私もね、中学校2年生までノーブラだったの、わかんないよね、本当につけたことなくて、気づかなかった、うん、で、うん、あの全然本当に成長も気づかないし、うん、でもある時その着替え、まあ、男子とさ部屋は別だったんだけど、うん、別だって行き来ができるわけよ、うん、で普通にこうマッパで着替えてる時に出すと目が合っちゃってハッてなって、そっからキャーってなキャーってなるよ、キャーってなる、いや今思ったらとんでもないことだけど、とんでもなかったと思う、そう、鉄棒が中学校の基礎が好きだったから、うん、もうペロンって、うん、なるなるなる、丸出し、うん、いやなんで、でも全然恥ずかしい、親とか言うでしょ、言ってくんなかった、言ってくんなかった、うちもなんか自然となんかでかかったからでしょ、パッと付き、そうだよ、そう、でかかったんだけどパッと付きのもうキャミとかを親が用意してくれて、なかったそんな、なんでみたいな、逆にでもこれを着なさいみたいな、インナーっていうもの知らなかった、うん、いやすごい、そうなんだ、下着を着なかった、二重にしなかった、全然なんかもうシャツ、おじさんが着るランニングシャツみたいな着てた、あ、そうそうそう、ランニングシャツ着てた、わかる、それ着てる人いた、え、神谷さんはですよ、神谷さんって言っちゃったけどさ、神谷さんはえ、いつから大きくなったの、じゃでも本当に私もずっとおデブちゃんだったの、あの嘘、丸かったの、ももちみたいな感じ、そう、ももち、うん、もうよりは細かったかな、うん、うん、なんか全体的に、ね、あのもうポチャポチャってしてたから、うん、それで胸も大きかった、一緒に、うん、でも私も一番ポチャっとしてた時代は E カップとかあったからね、あ、太れば多分大きくなるし、痩せると、うん、なくなる、ね、でも痩せたのにないあるじゃん、だってそう、いやでも痩せてんのあるのすごいよね、それが羨ましい、太いもんでもまだ全然、そのカムシーとかって、うん、結構劇的に細くなったじゃん、なんかほん細くなったとか知らないけど知らないけど細いじゃん、なんかもう まな板っていうかさ、このお腹の、うん、まな板だと胸じゃない、立花アンナじゃないんだからあんたに謝れいない人の悪口言うなただの悪口やでそういう意味ではなんかもう肉が全くないわけ、カノシーってあるよ、皮と骨って感じ、本当に嘘、皮と骨と筋肉って感じ、え、あのなんかなんだろう、最近ツイッターで見ましたけど皆さん、うん、だいぶお胸ありましたよ、何のツイッター、なんかコスプレみたいにしなかった、あれ中にビキニを着てたから、うん、寄せてる感じ、別に寄せてはないけど、ね、寄せてはないけど、うん、形がいいからちょっとすぐ谷間ができちゃう、いいね、いいね、離れてないの全然、いいね、うん、横乳が大だから全然、あ、うん、いいな、ここ邪魔だね、ここね、そう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 、ここみんな女の子って結構ここにある、あ、ここ一周全部おっぱいあるわみたいな感じになってんだけど、うん、でもももちってほんとでもあれ、うん、そう、ちっちゃくも大きくなりそう、ももちってなるなるなる、寄せれば、こうやってやったらめっちゃ、そうそうそう、すごそう、すっごい爆乳になりそう、爆乳で、爆乳しようマネージャーとかにはさ、うん、太ってるくせに胸なくてかわいそうって言われたよ奇跡の体験、いや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 、でもそう、すごいよね逆にね、
全部についてる。何それ違う違う。何それ。話が逆にすごいよねって言った時の感情のなさ。絶対思ってないすごい。本当だよ。そんなことないよ。ちょっと同情してハートをくださいぜひ。みんなひどいわ。でもね今いい感じにねもう83万。おーすごい。でも待ってあと残り早くないちょっと待ってあともうでもあと5分ぐらいだからね本当だ残念ですねもうキッチンの一言やりたくないんでしょ本当にカムシーはおかしい現在ですねあ入れ替わりました3位ハートポチポチの3位が奥やんさん奥やん奥やんなんか新しい感じな2位が、ザリスさんはい、そして1位がかぼちゃさんですおありがとうございますすごいすごいすごいよありがとうみんな茶推しばっかりさすがすごいですねいやすごいエリニャンだと思ってポチポチしてください、ね、最低なんだもんねアイドルだからつばさママちゃんがつばさママちゃん20位でもすごいじゃんね疲れたぞって書いてある友達のお友達のつばさあのねつばさママちゃんとね、うん、金曜日ねライブ見に行きたいって言ってたのえ本当に、うん、おー、ね、みんないるって話でいない今週いないあママちゃん、ね、無理無理じゃやめよ大阪にいる私も私たち大阪にいるって10番だから大阪に行くじゃんなんで飲んじゃなきゃどこ飛ばすんだよいる時ちゃんと聞いてきてって言われたんだいるいるそう、いるいるいないいないいないんだねないからやめな来週にしないよ。いいよ。楽しませてあげる。本当に本当に。ダメダメ。ダメって言ってる。ダメって言ってる。ダメって言ってる。痛い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 。ママちゃん、3人。3人揃えば何起こる？お、ママちゃん。それ。何か。後で切るわけ。この電話を通じて後でラインでもしてよ。ここでやる必要ないから。ごめんね。あの、めっちゃ庶民だからごめん。私たちもう大阪にね明日明後日しあさってと行くので、うん、そうなんですよ、うんはい、大阪の皆さん関西の皆さんよろしくお願いします待ってたねわーい、ってな私も近々関西行くかもしれないからよろしくあらおーそうかもしれないかもしれないまだね決定じゃないのそうなのね、うん、じゃあもう残り5分だから告知を先に、うん、そうだねしちゃおっかじゃあ、うん、告知ある人はいはい私明日ですねこの LINE ライブで19時からゲーム実況しまーすあ久々お久しぶりの第3巻ということで、うん、超久しぶり3巻っていうのあれ3巻っていうんじゃないのあれ3巻って何って思って日付違いましたよということで21日です21日の19時からやります3回目ということであの、うん、全然まだ進めてないんですけども、うん、あのバンバン明日は行きたいと思いますので、うん、ぜひ皆さんアドバイスと実況を楽しみに、うん、ぜひ見てくださいお願いしますぜひ見てください、うん、楽しみ楽しみゲームゲームそして今週の木曜日22日20時からは東京 MX ゴッドエンジン TV に森カノンが出演しますぜひ見てくださいチェックチェック、うん、ってな感じですかね、うん、はいそうですでここの放送はまた、来週も火曜日ですね、はい、27日の21時から配信になるんですけれども、うんうん、来週ものどかちゃんがおりませんあらのんちゃんなんでおりませんレギュラーメンバーなのにそうやってさあ来週もいないんですけどじゃあ来週もまた誰かそう誰かそうそう助っ人がね来てくれるということででもまだ誰か決まってないんだって決まってないんです、うん、誰が来てほしいとかなんかあったらちょっと、まあ、確かに空いてるか分かんないけど、ねうん、コメントにでも参考がてらですけどねぜひともぜひとも、うん、多分来るのスケジュール空いてる子なんで参考がてらね、また映画の撮影ですかそうなんですよね、まあ、来週も頑張ってくるので、はい、皆さんここでね、うん、楽しんでもらえればと思いますよよ女優さくらさくらじゃない、うん、え女優さくらえ間違ってんなあいろいろ書いてくれてるタソミーちゃんミーちゃんさかちゃんあんちゃんタソなあちゃんマキティおどかちゃんおあ T シャツアップで見せてくださいって言ってる T シャツおなんで T シャツ？ T シャツなんだろう、うん、これはねうんこですね違いますやめてよビーンズゼリービーンズこの茶色のやつもしかしてあーすげーって感じだマジかかわいいこんなかわいいゼリービーンズキレキレジの人が出してるひどいなね最低だな今日の回結構最低だから、ね、最低ゲスな回本当にゲスい今回ゲスな回だよ本当にそういう回も必要だよゲス回だよ後で見直したら怒られるんだろうあ
いやということでハートは今、うん、どんな感じでしょうか。ハートはね、もう90。でもあと2分で終わりだから。10枚か。絶対嘘。絶対嘘だから。絶対本当してる。絶対本当してるんだけど。言いたかったな。言っていいよ。大丈夫、言っても大丈夫。待ってたのに。本当にね。来週いけるかな。来週ね。うん、そうそう、来週の目標を考えて、うんうん、そうね、うん、読んだだけですよね。カンペ読んだだけですよ。来週、でも来週も100万じゃない、やっぱ、うん、まあ、ここまで来たらね、100万ね、いかないなんて、うん、そうだよ、あと10万だもん、ほら、うん、いけるよ、うん、あ、やっぱりうちらがいるからいかないんだみたいな。ダメだったね、今回カノシーと私がいるから多分ダメなんだ。またなんちゃんとなんちゃんでやればいいじゃん、またまたさね、もうね、レギュラーメインバサシ置いて、うん、120万ぐらいくんじゃない。愚痴に出したよ。やさぐれちゃった。やさぐれちゃったよ、本当に。残り1分というのに、だって天下の神はエリナがいるのに100万。天下じゃない、天下じゃない。押してよ、みんなハート、ね、うん、エリナのエリナだと思って、うん、そうだよ。押しにくいからそれ、そうだな、なんか考えたら押しづらいけども、小さいけどもじゃないよ。いいじゃん、来週も100万でさ、あのキッチンのさ、うふふってやつやればいいじゃん。そう言いたいんだね、どうしてもいいよ。そう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 、うん、私がいない時にさ、クリアしてよ。あ、そうか、このうちいないから。私がいない時にクリアしてうふふってやってよ。でもまた来週も同じ目標だったらつまんないから。そう、来週は来週やりたくないんですよ。違うよ、だって今週は今週、来週は来週。そうか、だよ、リベンジマッチじゃなくていいだよ、うん、でしょ。だね、まあ、そんな話をしてる間にもう終わりですよ。終わりかも、大変、もう終わり、早い。ということで今回は残念ながら、はい、大変残念ながら100万ハートいかなかったんです。あ、92、92、ね、あと8万足らずということで。惜しかった、ありがとう。でも本当に、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちこちありがとうございます。また来週も見てください。そして明日のいなちゃんのね、ゲーム実況も楽しみに見てください。ぜひぜひ。ということで今日も楽しく仮面女子とももちの井戸端会議をお届けしました、はい、うん、また来週、来週ね、バイバイ。ありがとう、ゲスな会終了。